えー、農学部1年生、2年生の皆さんこんにちは。あの宇都宮大学大学院、えー、地域創生研究、えー、地域創生科学研究科の、えー、研究課長をやっております湯上です。あの私の所属は農学部ではなくてえっ、ー、と工学部の方になります。でまたあのこのようなあの機会を与えてくれますくださいました山田先生には感謝いたします。 えっと、本日はですね、えー、農学部の皆さんに、えー、大学院の進学ということも、えー、一つのキャリアステップであるということを簡単に紹介したいと思っております。あの時間は、えー、5分ほどですので、えー、短いですので、お気楽に、えー、聞いていただきたいと思います。えー、っと、 大学院のことは皆さんご存知かどうか知らないんですけども、あの、日本の教育制度としてですね、小、中、高の次に大学があるということはまあご存知だと思います。皆さん1年生、2年生であるわけですから。で、実はあの、大学というのは中で2つに分かれていて、えー、まあ、普通に呼ばれるのは大学4年生、4年間。で、その上に大学院というものがありまして、で、そこには、 その大学院にはさらに、えー、2年間のマスターコースと、えー、その後にある3年間のドクターコースというふうに分かれています。ですから大学は3階建てになっているわけですね。で、今日のお話のほとんどは、えー、2年間のマスターコースについて、えー、お話ししたいと思います。えっと。<laughs> 現在、工学部の方ではあの大学院の進学率が60%ほどですのでまあ大体は行くような人が多いということになっています。ですからあまり行くときにですねその行くメリットはとかいろんなことを聞く人はいないんですけども昔まだあの工学部の進学率が今ほど高くないときにはよく行くメリットは何ですか行った方がいいですかとかっていうようなことはよく学生さんに聞かれました。 でメリットとしてはです、ねまあ、知的欲求を満たすためというような、えー、大学の先生が言い,言いそうなことは、まあ、ここでは言いません、えーあのー。その当時、もう何年も前になりますけども、その時に、えー、学生さん、工学部の学生さんに言っていたことは、うん、この4つですね、えー、学部4年間とは全く違う大学生活が味わえるよと。であとでもう1つは後から まああの就職してからえ大学院に行くということはいけないからえ今のうちに行っといた方がいいよとあとは珍しいものが使えるよということも言ってましたあと最後のここが大学学生さんにはメリットなのかもしれませんけどもまあ就職のえ職種の幅が広がるということがメリットかと思います。 まああの下にも書いてありますけども本当は研究が好きで知的欲求を満たすためっていうような理由でえ言ってほしいんですけどまあ大学の先生らしいことを言っちゃいますとそういうふうになりますではあのこの4つについて一つずつちょっとえお話をしていきたいと思います、えー、とまず最初に学部4年間と違う2年間というふうに書いてあるんですけども、えー、とそこでは大学院では講義,と講義と研究を比べると 講義よりで研究室の中で自分で研究をして自分で考えますから本当の意味でのアクティブラーニングが、えー、経験できるというふうになりますまあ小中高または大学の学部ではですね、まあ、授業講義というものが中心ですので、えー、大学に朝学校に来て夕方には帰宅するっていうような、えー、パターンかと思います。 でそれに対してですね、大学院というのは研究どっぷりで、えー、時間制限なしです、えー。工学部なんかでも夜遅くまで、えー、研究に一生懸命やっている学生さんもいます。えー、うちの研究室なんかでは以前、もうほぼ、えー、住民票を大学に移した方がいいんじゃねえかっていうぐらい、えー、大学にずっといて、えー、生活してた学生さんがいます、まあ。お金もないっていうこともあったんですけども、えー、そういう学生さんがいました。 で全然研究室で寝泊まりしてても、えー、構わないのでいいんですけども、まあ、ある日学生その学生さんがですね先生大学のキャンパスの隅っこにじゃがいも植えていいですかっていうようなことを言われたんですけどそこはちょっとやめてくれというふうに、えー、言いましたで非常に今までとは、えー、違う体験ができますですから違う体験ができるんだったらちょっと試しに行ってみるっていうのも、えー、いいかなというふうに思うか思いますでその次に あと、えー、からほぼ行けない、これはですねあの就職してあとから行っておけばよかったっていうふうになっても、ですね、えー、日本の場合、えー、就職をしてから会社を辞めて大学に戻るっていうことは、えーまあ、お金のこともありますし、なかなか難しいことです。で、就職してから、あ行っておけばよかったなっていう人は大変多いわけですね。えー、で、まあ、でも行こうと思っても戻ることができない、えー、っていうようなことが起こります。 まあ働いてみて初めて大学の良さ、大学っていう勉強をする場所っていうものは良かったっていうふうに思う方がたくさんいらっしゃいます。ですので、後で後悔するなら、行っておいても損はないというふうに私も思います。 えー、珍しいものを使えるっていうのはですね、えーまあ、農学部でも、えー、あると思うんですけども、えー、非常に高価な実験装置、分析装置で、そのようなものが大学にはたくさんあります。で、まあ、皆さん知らないかもしれませんけども、そういうものが建物の上の方ですね、大体は。皆さんのあまり目のつかないところにはたくさんあります。えー、この、うん、ページでピカピカ光ってる、緑色に光ってるのは、これはあの農学部ではなくて、私の、えー、研究室にあるレーザー装置です。 このレーザー装置も日本にそんなに多く存在するわけではなくて、このような装置が地方大学にあるっていうのは非常に珍しい装置です。で、これは全部別に学生さんお金を払うわけではないです。ただで使えます。非常に珍しい、非常に高価なものも使える。そういうただで使えるんだったら使っておいて損はないですから、大学に行くというのも一ついいかなっていうふうに思います。で、 え最後にですけども、えー、職種が広がるということがございます。えーとまあ、実験のまあ技術、まあ、専門的な技術を身につけたりするわけです。でまた、まあ、工学部なんかでは、まあ、農学部でもそうですけどだと思いますけども、データを取ってそれをえー解析をするとに、計算機のプログラミングが必要になってくる、えー、あの情報工学科だけのものではプログラミングはございません。 いろんなところで使ったりそういう、まあ、いろんな自分のに、うん、自分が身につけられる技術が、えー、を習得できますでそういうことを習得していますと、えー、就職の際にですねいろんな職種が広がっていきます学部卒の方よりも、えー、会社の方は就職のこう選択を広く取ってくれるところも、えー、ありますので、えー、就職の時に得になる とそういうふうな研究を、えー、していってですね、あ研究って楽しいなっていうふうに思えばですね、えー、将来、えー、キャリアの、えー、将来で、まあ、キャリアパスの将,将来ですけども、研究職っていうものも、えー、視野に入ってくると思います、まあ。研究職とか開発職っていうふうに言われます。えー、大学の先生とか、えー、国立の研究所の研究員。 会社の中でも研究職、または開発職というようなところに行くのでしたら、ぜひマスターコースの上のドクターコース、3年間ありますけれども、そこに行く必要があります。ぜひそのドクターコースの方にも将来、挑戦していただきたいと思っております。私からの話は以上です。どううもよろしくありがとうございました。